第6戦予告先発山本由伸 VS 村上頌樹。明日4日に京セラドームで開催される日本シリーズ第6戦の予告先発投手が3日に日本野球機構 NPB から発表され、オリックスは山本由伸投手、阪神は村上頌樹投手がマウンドに上がる。山本のラスト登板やな、そろそろ勝つやろう。由伸か、正解だな。これで7戦目いった時中6で宮城8か9イニングできる。山本負けたら男気三流足す上進なセール。山本勝ったら3勝3敗で7戦目がある。どっちでもハッピーやる。勝ちたいならサワンの宮城だったのに不調の山本にしちゃうのか。山本怒りの残留アピールやと。結局山本先発回避のリリーフ待機の謎が深まるわ。山本宮城で逆転 V やねん。山本にかけた感じか。ということは7戦目は伊藤と宮城か。森は山本が2敗するならしょうがない。このチームは吉田と山本の2大巨頭のチームなんだから。明日吉野に8、9回投げてもらって明後日は宮城が6ぐらいやとは総動員しかない。村上はまあ順当か。わざわざ青柳で遊ぶとかしなくてよかったわ。エースの投げ合い熱いな。山本は絶対やり返したいだろうし。村上は満身はないやろけど力まず投げてほしい。そら山本にかけるやろ。3年連続沢村賞やぞ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしく。